はい、葛飾区の皆様、テレビ改革党より高橋純也が立候補しております。テレビ改革党は日本にある様々な不公平を是正したいと思っている団体であります。その一つにですね、年間数千人単位の失踪者を出しながらもそのまま放置されている外国人技能実習制度というものがあります。最近ニュースでお耳にすることも多いかと思いますが、畑から作物何頭盗んだであるとか、犬や猫を殺して食っていたとか、主に外国人の食い詰め犯罪が増えております。でですね、年間数千人の失踪者、日本国内に外国人が潜伏するわけでありますから、彼らは地下に集まって集団を作ります。このような危険な社会不安となる反社会組織を一生懸命育てているのが外国人技能実習制度であります。なぜこのような犯罪は増える、社会不安になる、不法滞在者が増える、ダメなとこばっかりの外国人技能実習制度を放置しているかと言いますと、ズバリ意見であります。日本ミャンマー協会というのもありまして、ミャンマー人の技能実習生は一度ここに通さないと日本に技能実習に来れません。日本ミャンマー協会の理事として麻生太郎副総理が名前を連ねております。ミャンマー人一人当たりいくらの手数料をもらって日本ミャンマー協会は存続しております。他にも日本ベトナム人協会、日本中国人協会、もろもろの国の協会がありまして、そこを通さないと日本に技能実習に来れないことになっております。このように技能実習生一人当たりからいくらいくらの手数料を切り離してですね、理事や幹部がおいしく給料をいただくと、こういう人間のために外国人実習制度はさまざまな問題を抱えているにもかかわらず未だに放置されている、こういう現状があります。さらにはですね、外国人技能実習生を奴隷のようにこき使わないと存続できないという情けない企業や経済体があります。今年の夏に夕張メロン農家がですね、コロナの影響で外国人技能実習生を確保できないので今年のメロンの出荷はやめますというのがニュースになっておりました。外国人技能実習生がいなければ夕張メロンは作れないのであります。どうして日本人雇わないの、日本人を雇うと赤字になってしまうからであります。このようなですね、外国人技能実習生というですね、奴隷を使って、奴隷を使わなければ存続できないような企業体、商売はそもそも破綻しているのですから、いっそなくなってもらった方がいいので、ありがとうございます。そのような企業は街にある高くてまずいラーメン屋に例えられます。高くてまずいラーメン屋がですね、何らかのインチキによってずっとずっと街にあることは、その街の人にとって不幸
方であります。高くてまずいラーメン屋は潰れて新しいラーメン屋さんがチャレンジするべきなのであります。このようにですね、外国人技能実習生を低賃金で奴隷のように働かせて、やっと存続しているような会社や農家はなくなってもらった方が、数を減らしてもらった方がいいのであります。夕張メロン農家もその数が半分になればですね、生産量が落ち着いて値段も高くなり、日本人を雇っても存続できるようになります。外国人を雇わないと存続できない、それが不自然な状態なんであります。自然な状態に戻してほしい。さらには年間数千人単位の社会不安となる外国人失踪者を出してまで奴隷を輸入するのをやめてもらいたい。日本は奴隷輸入大国、奴隷貿易を未だにやってる国と世界の悪評になってしまいます。後世2020年代のおっさんどもは何をやっていたんだ、こんな変な実習制度をなんでなくさないでやっておったのか、こうですね、後世の子孫に罵られないためにも外国人技能実習制度は今すぐやめるべきであります。外国人技能実習制度という名の奴隷貿易をやめるべきであります。このようなことを高橋純也およびテレビ改革党は訴え続けていきたいと思います。葛飾区の皆様の応援よろしくお願いいたします。 Thank you.